でね、一個これみんなにね、すごい言いたかったんだけど、多分言っていいと思うんだけど、うん、おいってらっしゃいっていう歌作ってくれた人がいるのね。俺知らない。うなちゃんまんの窓とかにも使われた、結構俺のコンビだと人気のある曲なんだけど、うん、その人が、超頭のいい大学行っててね、うん、本当に日本でも屈指の、本当にトップクラスの、うん、大学行ってる時に、俺に、その歌を送ってくれたんだって。あで、教師になって、高校の、うん。すごいいい高校の教師になって、うん。で、高校生が俺の配信見てるんだって。その自分の教え子が。で、おい、あの歌を送ったの俺だぞっつって、すげえ盛り上がってるって話を聞いて、俺マジで取り上がったって。すげえじゃん、それ。そんなのすげえじゃん。あの歌作ったの俺なんだぞ。先生すげえみたいな。あ、それすげえ。超嬉しいじゃん。それすごいね。うん。それで、うんこちゃん、ちゃんと本人なの、うん。どういう風に作ったかっていうのを経緯がバーって書いてあって、うんこちゃんのおかげでこんな風にちゃんと今働いてますみたいな。俺なんか全然立派な仕事してるのね。で、その今高校、自分の教え子と一緒に放送応援してるから、うん、もう最後までやりき頑張ってくださいみたいな。もうそれ見た時本当にLINE やっててよかったねと思ったね。ありがとうって書いてたけど。すごいわ、それは。だから長くやってるとさ、うん、そういうさ、歴史みたいなのも出てくる。ああ、そうだよね。6年やってるとさ、6年だもんね。あと、オープニングとエンディングを募集する枠っていう枠の、うん、でね、まあ、ゴミみたいなリコーダーを送ってくれるやつがいたの。うん、リコーダーだけでやってくるっていう、なんか定番のやつがいたんだけど、それ中3だったらしいの。で、LINE 来て、今、社会人2年目ですって。マジかよ、そんなさ、厨房だったやつがさ、社会出て2年目なのかよとか思っちゃって。高卒落ちてたからさ。あ、そっか、そっか。お前高卒かよ、みたいな感じで。そういうやつ。ああ、そうか。うん、楽しいね。それはすごい。歴史を感じて楽しいね。だからそういう人がいたらバンバン送ってきてほしい。なるほどな。うん。マジで嬉しかったよ、その歌の人は。それはいいね。それいい話じゃない？超いい話だわ。本当にそれ LINE 晒したいぐらいめっちゃ長文でいい話で。自衛隊のやつも未だに送ってくるよ。いるんだ。俺がちょっとダメな放送した時に毎回フォローしてくれる。あ、そうなの。うんこちゃん、人とは何とかですみたいな。すげえいいすげえいい文章で、今志半ばですが、みたいな。ものすごいいい知的な文章を送ってくるよ。そういう、だから、側近みたいなのがいるの。隠れ側近みたいなのが。別にやりとりしてるわけじゃないけど、うん、俺が欲しい時に欲しい、なんかそう言葉をかけてくれる人がいるんだよ、なんか。いいね。そう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 。